悪用厳禁。この手法ずっと内緒にしていましたが、誰でも効果抜群。マイナス分を確実に取り返したい。そんな方は絶対に最後までこの動画を見てください。毎回訪れるエントリーチャンスの期待値が抜群。安全、そして確実に利益を上げることができる精密5分足手法について徹底解説していきます。そんな手法を誰でも再現できるインジケーターの数値を知りたいっていう方は、この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加して、食欲と漢字2文字でキーワードを送ってきてください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。秋といえば食欲の秋ですね。見てください。この間行ったご飯屋さんのお肉が本当に美味しくて、ほっぺたが落ちるかと思いました。本当に美味しかったです。皆様一番好きな食べ物聞かれたら何て答えますか？よかったらコメント欄からLINEで教えてください。ちなみに私は、難しいですが、お寿司もパスタもお肉も大好きなので決められないです。はい。では早速本題に入っていきます。先日私の LINE でゆうりさんという方からこのようなメッセージいただきました。かなこさん、こんばんは。子供の今後のためにどうしても稼がないといけないんです。借金も早く返済し終えないとと焦る日々です。焦った負けが続き、エントリーするの怖くなってきました。確実に勝てる手法ないですかとのことで、ゆうりさん、まずは動画での掲載許可と私の動画を見て LINE で連絡をくださりありがとうございます。ゆうりさんのように負けが続き焦ってしまう、エントリーすることが怖いなどなど、こういうご連絡を多数いただきます。そこで今回は、毎回訪れるエントリーチャンスを見つけた時点での期待値がかなり高い超高精度5分足手法について徹底解説していきます。かなり安全に利益を上げていくことができちゃうんです。今までのマイナス分を取り戻したい、そんな方は必ず最後まで動画のご視聴お願いします。はい、では早速ですね、今回の手法解説していきましょう。今回使用する2つのインジケーターなんですけど、ストキャスティックスとフォースインデックスになります。それでは早速挿入手順についてから説明します。すでに画面にはストキャスティックスとフォースインデックスの挿入完了しておりますが、解説していきます。まずこちらのサブウィンドウに表示されておりますフォースインデックスです。挿入からインジケーターを選択、その中にあるオシレーターからフォースインデックスを選択して挿入します。続いてストキャスティックスです。挿入からインジケーターを選択、その中にあるオシレーターからストキャスティックスを選択して挿入します。はい、これでインジケーターの挿入は無事完了です。設定数値に関しては非常に重要になってくるので、動画の後半でお伝えします。はい、ではここからエントリーポイントを説明していきましょう。ハイエントリーとローエントリーともにですね、エントリー条件は2つです。まずハイエントリーからです。その1、こちらのフォースインデックスを見ていただきたいです。このオレンジ色のシグナル線が基準線よりも上で推移をしていること。その2、こちらのストキャスティックスが下線よりさらに下で推移した後、ゴールデンクロスを形成。同じタイミングでストキャスのシグナル2つが下の線よりもさらに下で推移をしていて、水色のメイン線が黄色の線ですね、シグナル線を下から上に突き抜けてゴールデンクロスの状態で確定をする。この2つが揃ったら、その次足でハイエントリーを行っていきます。今回の場合ですと、ここの箇所ですね。まずフォースインデックス見ていただきたいです。このオレンジ色のシグナル線が基準線より上で推移をしております。そして次に水色のメイン線が黄色の線ですね、シグナル線を下から上に突き抜けてゴールデンクロスの状態で確定をしていること。この2つの条件が揃ったので、次足でエントリーを行っていきます。はい、こちらで無事勝つことができております。では続いてローエントリーの説明を行っていきましょう。条件としては全く逆になります。その1、フォースインデックスのシグナルが基準線より下で推移。その2、1つ目の条件よりも手前で上線より上で推移できていて、その後1つ目の条件と同じタイミングで青色のメイン線が黄色のシグナル線を上から下に突き抜けるデッドクロスの形で確定をしていること。これが2つ目の条件です。この2つが揃ったら、その次足でハイエントリーを行っていきます。なので今回の場合ですと、ここの箇所ですね。まずフォースインデックスのシグナル線が基準線より下で推移をしている。そして次に青色のメイン線が黄色のシグナル線を上から下に突き抜けるデッドクロスの形で確定をしていること。この2つが揃ったので、その次足でハイエントリーを行っていきます。はい、こちらの縦線の次足で無事勝つことができております。いかがでしょうか。この2つの条件で非常に正確なエントリーとなるんです。この手法、ポイントがすごく多いってわけではないんですけど、その分一本一本の精度がとにかく高いんです。
一本のトレードで安全に確実に安定して勝つことができるので、今までハイローで負け続けてきた大きな損失を確実に取り返したい、そんな方には必ず試してほしい手法となっております。ただこの手法を活用する上でそれぞれの設定数値が非常に重要です。適当な数値ここで入力すると再現することができず、損失ばかりがずっとずっと続いてしまうので、必ずお受け取りをお願いします。この2つの設定数値の受け取り方法に関しましては私の LINE 限定で共有をしておりますので、概要欄から私の LINE をですね必ず追加していただき、キーワード食欲と漢字に文字で送ってきてください。すぐに情報共有させていただきます。はい、ということで本日の動画いかがだったでしょうか。今回紹介した手法以外にも投資やバイナリーに関してわからないことがあれば、絶対にそのままにせずお気軽に私の LINE にメッセージを送ってきてください。バイナリー以外でのメッセージでもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。